シリアヨーロッパは当初シリアラインが後に似たリンクが運行したクルーズフェリー。当初スウェーデンのレデリ AB スライトによりバイキングラインのためにヨーロッパとしてマイヤーベルフトに発注された。塗装が終わり引き渡しを控えた頃スウェーデンクローナが10%の切り下げを実施されレデリ AB スライトの資金繰りが困難に陥った。その結果ヨーロッパは オーナーをフィンランドのファーシーフ、ヨーロッパキロバイトに変え、バイキングラインのライバルであったシリアラインによって10年間要請されることになった。1993年3月14日、ヘルシンキ・ストックホルム間に就航。翌年のエストニアの事故に際しては、最初に救難信号を受け取った船の一つとなった。1995年1月12日、シリア・セレナーデに代わって、 トルク・マリエハムン・ストックホルムに就航。1999年7月1日には免税対象となるために気候地にローングネースを追加した。2001年、冬季の気候地を燃料の高騰により、ストックホルムからカペルシャーに変更し、この年のストックホルム便は2月28日までと5月15日から8月31日の運航となった。 同様の運行は少なくとも2004年まで継続された。2013年1月23日よりバルティックプリンセスに代わってタリンヘルシン機関に就航。2014年8月オーストラリアのブリッジマンサービスによってチャーターされた。期間は14ヶ月から4年となっている。エンジン乗組員室 CE クラス、エンジン乗組員室車両甲板、 乗組員室車両看板、乗組員室 A クラス、B クラス、B2 クラス、乗組員用設備映画館、ドライバークラス、乗組員室、レストラン、ナイトクラブ、免税店レストラン、バー、ナイトクラブ A クラス、B クラス、B2 クラス、乗組員用設備 A クラス、B クラス、ブリッジスイート、デラックス、B クラスサウナ、美容院、エステ、サンデッキラウンジ、サンデッキ、 ありがとうございます。